SF で遊ぼうってことで本気のパロディーっていうのをやるんですけど、うん、問題はここで80年代なんですよ奥野さん、はい、アイドル文化なんですよなるほど。アイドル文化で松田聖子ま爆発するわけですよ、うん、松田聖子だけじゃないんですよ、うん、門川も爆発するんですよ<川>薬師丸博子から原田智代ラインっていうのが出てくるんです <laughs> そういったなんいうな、いろんなところにサブカル的にアイドルが入ってくる うん、そういうのを受けて一番そういうの得意な絵描く人が三木本さんだったの。<ー>で三木本さんがやってたマクロスがとにかくロボットアニメにアイドルのっけちゃったの。ああ<ー>歌いながら戦っちゃうんだよね。うん、<laughs> ですよね。あれ,あれがそのガンダムの次の世代にボンと出てくるっていう。 国後ぐらいに始まっているので。そうなんだ。ことですよね。まあガンダムの影響を受けて、それをままその業界人になってきた世代の始まりですよね。もうガンダムを見たアニメをやりたくなった人たちが。ついにその世代になって。じゃあ自分たちは何をやるかと。そうでしたね。いや、そう、そうです。アイドルのけちゃおうと。欲望に忠実。政治思想よりもアイドル大好き。だからジブリサンライズは。 やっっちゃダメだってやつその <laughs> そうじゃないからだから戦争は深刻なものだからだからこの感じだから <laughs> <ー> <laughs> この感じで圧があるところをいや僕らが好きなのはこっちですよっていう戦いを始めちゃいましたってことででこの三木本さんっていうのはまあとにかくあれだったんだよ当時ね美少女書か,か,か,かせたらナンバーワンっていうほ<ー>圧倒的な人気があったあのそうなんですよ。とにかくあの流行ってました。 その証拠に同じ OVA でガンダムを初めてやった時のキャラクターデザインも三木本さん WAT ポケットの中のセンスああれそうだったのだからもうまさにこの人にやってもらえればっていうマッケンジーなのそうですあら鉄板えっと鋼鉄のカバネリですかえっとそうでしたっけ最近もやってますよねえっと何だっけなえっと最近作だとカバネリじゃないかかな分かる人は教えてくださいコメントで全然現役ですカバネリだ やってますよこの漫画も最近やってるやつですよねえ、あ、そうなんですかもう漫画家としてもやられてる方なんで、うん、<ー>そうなんですよ、うん、だ,かこだからこれがもう岡田さんの何がすごいかってこれを読んできちゃった、うん 呼んできちゃったのだから OVA でキャスティングで「三木本さんでいくぞ」っつって,言って、うん、安野さん監督にして三木本さんを絵描かせて、はい、キャラクターゲンヤン作って、うん、しかも声優で「タッチ」の南ちゃん連れてきちゃうから、うん、日高のりこさんをだからこの辺がもうつ, <laughs> つまり絶対に勝つっていうことで揃えたラインナップ。あら っていうキャプテンマーベル来ちゃったみたいな感じはキャプテンマーベル来ちゃったってはいはいで、は、す、い、本当にそうですね主題歌坂井のり子ですよのりぴーですもねそれはねちょっと思った <laughs> あのりぴーなんだと思ってそして <laughs> そうだプロデューサーとしては本当に岡田さん怪物すぎますよね